トヨタは東京オートサロン2012でトヨタ技術会が自主制作した EV スポーツカーテスラ EV を出展しました。この車は20年前に発売したガルビングドアが特徴のトヨタセラをベースにしており、銀河をイメージしたカラーリングは公募で選ばれたトヨタ市内の小学生の作品が採用されています。トヨタ自動車のサークル活動のような団体で好きな人が集まって車を作るという活動で企画をしました。普通の車を開発するというレベルではない、その1桁も2桁も小さいようなそういう予算でやったために、ほとんどもう手作りで作り上げました。コンセプトは、未来の、ユーザー様、今の子どもたち、それから、大人の人たち、大人の子どもも、ワクワクする、ガルウィングスポーツカーということで、企画いたしました。白を基調としたインテリアはシンプルなデザインで未来感を演出するために、タッチパネルを採用したスイッチレスの操作系とし、ゲーム感覚で運転を楽しめるようにしています。ステアリングにつけているタッチパネルを画面をフリップすることでメーターのデザインを選ぶことができまして、その選んだデザインをフリップして真ん中のついているもう一個大きなディスプレイに飛ばすと、そのディスプレイのデザインが変わるっていうような、そういう演出もしてまして、そのゲーム世代の子どもたちがそういうゲーム感覚で車をこう操れるような、そういう楽しみ方もできるようにっていうようなコンセプトでインテリアを作りました。モーター、インバータはレクサス RX のハイブリッドシステムを流用し、 15.7kWh のリチウムイオン電池を新たに設置しています。航続距離は、マシ乗りで80キロ以上、実際レースに出ましたけれど、レースコンディションで、大体50キロぐらいを走り切れるような、そういうスペックになっています。でモーターは、123kW のモーターを積んでまして、ツインモーターという形で、もう一つモーターを組み合わせています。キャパシターという蓄電装置をですね、電池と、に加えて、さらに追加してまして、F1 でいうとカーズのような、回生ターボを実現するということを、やっております。